思いっきり遊ぶよ、ココロン。はぐみ、すっごく楽しみにしてたんだ。楽しいことをするにはうってつけの日だね。ごらん、窓から見える青空も遊園地に向かう私たちを祝福してくれているようだよ。窓の外？あ、見て見て、小さく観覧車が見える。あそこに遊園地があるのね。うわ、電車早く着かないかしら。はいはい、そこの3人、電車の中なんだからもうちょっと声を小さくしてください。この3人を連れて遊園地なんて先が思いやられるんだけど。なんだか大変な一日になりそうだね。でも5人分も遊園地の招待券をもらったなんて、どうしたの？商店街のおじさんにもらったんだ。この前マリーの格好をして商店街の行事を手伝ったら、頑張ってくれたお礼に。ああ、そういえばミシルにもオファー来てたっけ。テニス部の練習試合があったから断ったけど。それにしても花咲川の近くに遊園地があったなんて知らなかったよ。確か名前は花咲川スマイル遊園地だったわね。とっても笑顔になれそうな名前だわ。名前は聞いたことあるんだけど行ったことないかも。昔からある遊園地なんだよね。小さい頃テレビで CM を流してるのをよく見たよ。はぐみは小さい頃に行ったことあるんだ。すっごく楽しかったよ。それは素敵な思い出だね。どんな思い出なのか聞かせてもらえるかい？乗り物がいっぱいあって、ステージでショーをやってて、あとパレード、キラキラでピカピカですっごく綺麗だったんだ。すごいわ、たくさん笑顔になれることがあるのね。キラキラでピカピカ、それは期待が高まるよ。あんまりイメージできなかったけど、とにかく楽しい思い出だったんだね。なんとなく地味なイメージがあったけど、意外と充実した遊園地なんだ。お休みの日だし、お客さんもたくさん来てそうだね。迷子にならないように気をつけないと。その時は人だかりを探してくれれば大丈夫さ。その中心に私がいるはずだからね。いやいや、変に目立つようなことしないでよ、お願いだから。ここがスマイル遊園地？なんだかはぐみちゃんが話してた場所と違う。